熊谷大橋熊谷大橋とは、埼玉県熊谷市広瀬と、道、押切地区との間の荒川に架かる、埼玉県道385号、武蔵川丘領森林公園広瀬線の道路橋である。旧熊谷東松山有料道路から、熊谷市街地の混雑を抜けるために作られたと、考えられ、この橋から 3km ほど北方向に進むと、国道17号に至る。 荒川河口から 79.63km の位置にかかり、橋町は 1163.85m、福音は 10.0m、最大島町は 73.5m。13景観 PC 連続ラーメン橋である。歩道は福院 2.5m あり、照明塔とともに下流側に設けられている。また、 埼玉県の第一次緊急輸送道路に指定されている。完成当時はコンクリート橋としては日本一の長さだった。広瀬川には広瀬野町の森が広がり、さらにそのまま秩父鉄道秩父本線を越える6景間単純、プレートガーダー橋の古泉橋と一体化している。古泉橋は秩父鉄道の広瀬川ら車両基地を沿うように越えている。 古戦橋の先は築堤の天馬に接続され、さらに北に進むと国道140号に至る。押し切り側のアプローチ区間は消火線を超えるプレートガーダー橋が一連あり、その先は緩い曲線を描く築堤の天馬を道路が通る。コミュニティバスを含めた公共交通機関の走行経路には特に設定されていない。橋の南詰付近に熊谷市。 悠々バスホタル号の、トイハル南停留所、北詰付近に、熊谷市、悠々バス桜号の、広瀬西停留所がある。トイハルの渡しこの橋の下流側に、トイハルの渡しと呼ばれる、いつから存在したかは定かではないが、1878年頃までには、存在した村道に属する船2層を有する施設の、都船が存在した。 すぐ下流の村岡の私に荒川大橋が1909年に架橋された後も、この都線の利用は多かったようである。この都線上は昭和初期に廃止されている。橋は熊谷東松山有料道路の第2期工事である。広瀬線建設の一環として架けられ、埼玉県道路公社が、 事業主体となり、総工費19億2000万円を当時1973年11月着工された。上部校は当時の最新工法であった、ディビダーク工法で加強された。また、下部校は空気戦艦工法を用いて建設された。橋は1976年1月竣工し、同年3月1日に開通した。開通式は、 同日10時30分より、右岸側川橋詰めにて挙行され、周辺自治体の首長や議長、工事関係者や、地権者など、約80名が出席した。開通式は、熊谷市長や県道路公社副理事長、第4名によるテープカットが取り行われ、港南村在住の3大夫婦による渡り染めが行われた。また、橋は、同日13時より、 一般供用を開始した。2004年11月30日午前0時、熊谷東松山有料道路の無料開放に伴い、埼玉県に移管され、県管理の橋となった。開通当時は、熊谷市と大里郡港南田村を結ぶ橋であったが、2007年2月13日の市町村合併で、両岸とも熊谷市となった。河川時期は、 左岸川に多く取られている。河川敷は公園やゴルフ場として利用されている。丁内地は、左岸川は住宅地と農地が混在し、右岸側川は主に農地である。東波市の左岸上流側400メートルの堤防に1954年に12月に竣工した荒川に現存する唯一の立港であるダイヤソウ立港がある。ありがとうございます。